遠い遠い昔、何もない大地で密かに命という種が芽生えた。それは花に香りを、生き物に知恵を分け、蝶のような少女がたどり着く頃には優しい種は贈り物を配り終えていた。最後の贈り物として種は少女にこう言った。君は答えを手に入れると。海の魂よ、命の旋律を聞いて。四星の律者は異能タイプの物理キャラ。二つの戦闘形態がある。ソレイ形態中は鹿のディアナと共に遠くからサポートする。血明形態中は花の妖精フローラと共にアタッカーとして接近戦をするよ。ソレイ形態中は砲機で攻撃し、リチアエネルギーを回復する。リチアエネルギー全消費で分岐攻撃を放てるよ。もう一度ボタンを押すと分岐連携が発動し、必殺技を強化し EP を回復して全時空断裂を発生させる。さらに特殊な浮き連携はディアナと共に敵を魔法陣の中に吸い寄せるよ。その際にキャラを切り替えてもゼーレはフィールドに残るの。武器連携と分岐連携は敵に脆弱効果を付与し、チーム全員の全ダメージを上げるんだ。生死輪転の表裏一体を目撃し、海の娘は朝礼した全てを再び咲かせる。必殺技発動で敵は特殊領域に引っ張られ、朝礼の隙状態になり脆弱効果が付与されるの。その際キャラの物理ダメージが上がり、チームメンバーの回心率と回心ダメージは互いに変換し合うよ。実戦では回避後に通常攻撃3撃目で EP を回復し、必殺技武器連携を放ち味方にバフ効果を付与。アタッカーが攻撃後にゼーレはまた QTE 出場が可能になるから、分岐攻撃と分岐連携でサポーターの強みを生かそう。その後アタッカーに切り替えて勝利を手に入れよう。もちろん少女が持つ剣能は創生だけじゃない。もう一つの強くて危険な剣能は背負う責任を思い出させる。血明形態中は大釜で戦い、リチアエネルギーを回復するよ。この形態にも特殊な分岐連携があるんだ。花の妖精が藤鶴で敵を束縛し、ゼーレが巨大な鎌で攻撃するの。武器連携を放つとゼーレはフローラと共に攻撃する。必殺技では朝礼の剣能を駆使して大釜を振り下ろすの。敵が朝礼の隙状態中、ゼーレの回心率の超過分が回心ダメージに変換され、必ず回心が発生するよ。ゼーレがその状態の敵を倒すと必殺技のクールタイムがリセットされ、 EP 消費なしで必殺技を放てるよ。実戦では仲間がバフを付与後にゼーレが QTE 出場して必殺技を発動、敵を朝礼の隙状態にしたら武器連携を放つ。さらに通常攻撃でリチアエネルギーをため、分岐連携で戦いを終わらせよう。イニシエの楽園では2つの形態に合わせ2つの戦い方がある。ソレイ形態で戦うなら万物、朝日、消滅、この3つの祝福を選ぼう。通常攻撃4撃目を続けて発動できるようになるよ。リチアエネルギーを貯めたら分岐連携を放ち、刻印効果に合わせて大ダメージを与えよう。血明形態で戦うなら安楽、朝礼と消滅の祝福を優先してね。まずは必殺技を放って血明形態に切り替え、必殺技の時間を長くするの。武器連携を放ち、リチアエネルギーを回復しつつ、強化された武器連携と必殺技で戦闘を終わらせよう。今少女は自分だけの長い旅を終え、世界の凋落を見届けた。でも手に入れた答えは心の中にしまったまま。彼女が見たものは何もかもに終わりがあること。でも花が枯れても
新たな生き物がまた咲かせる。彼女はそう信じてる。